現在の元素記号、ドルトンの元素記号元素記号とは、元素、あるいは原子を表記するために用いられる記号のことで、あり、原子記号とも呼ばれる。現在は、1、2、ないし3文字のアルファベットが用いられる。なお、現在正式な元素記号が決定している最大の、元素は、原子番号118の OG である。分子の蘇生を表す。 化学式や分子の変化を記述する化学反応式などで利用される。現在使用されている元素記号は1814年にベルセリウスが考案したものに基づいており、ラテン語などから1文字または2文字を取って作られている。すべての元素記号がラテン語名と一致しているが、ギリシア語、英語、ドイツ語などからの採用も多く、 ラテン語名との一致は偶然または語源を通した間接的なものである。元素名が確定されていない超ウラン元素については3文字の系統名が用いられる。物質の構成要素を記号で表すことはかつての錬金術においても行われていた。科学者、ジョン・ドルトンも独自の記号を開発して化学反応を記述していたが、現在はアルファベットでの表記が 国際的に使われている。原子番号や質量数を復帰する場合、原子番号は左下に、質量数は左上に、イオン化は右肩に、原子数は右下に復帰する。原子番号16番で、質量数35の放射性イオン原子1つと、酸素原子4つからなる2価の影イオンの硫酸イオンのイオン式。ありがとうございます。